ただそこにこう甘く入ってきたんでしっかり打てたっていう感じのバッティングですからね、まあ、それが尾を引いてるとは思わないんですけど、はい、それでかわそうってしていくとちょっとこれ、今審判が、タイムをかけましたけれども中村がバッターボックス打席を外しています。ちょっと今スタンドがざわついてるんですけどね。そうですね、何かあったんですかね。何があったかこの放送席からは気がつきませんでしたけれども、ちょっとスタンドがざわついて今タイムがかけられました。珍しいケースですけれども、はい、ワンボールワンストライクです。中田さん、はい、先ほどあのスタンドがざわついて、はい、一時タイムが取られましたよね、それですね、おそらく高校野球で宮城の仙台育英が9回逆転サヨナラ勝ちを収めた瞬間にざわついたんですよ。ですから皆さん高校野球の情報をチェックしていたのか。なるほど、そうですか、先頭バッターの肘沢初球を打ってセンターへのヒットです。